要するに。はい、お湯なーい真夜中の間の時間帯。はい、間の時間帯やってまいりました。こういうナイト4月8日号となります。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、出演者のご紹介です。まず、前衆議院議員の長尾隆さん。はい、どうぞこんばんは、よろしくお願いします。はい、そして長野区議会議員の、吉田浩一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい、お二人ともね、今統一地方選挙真っただ中というか、明日が投票日ということもあって、まあ、長野、吉田さんはね、投票日はもっと先になる、わけですけど、今政治家として非常にこうね、本当に忙しい時期だと思います。そして、文化人放送局のセクシーマドンナ、セクシー入りましたよ。セクシー入りました。はい、榊由衣さんです。どうも。はい、本日もよろしくお願いいたします。はい、どうも。ということで、今日も話題満載なんで、どんどん行きましょう。はい、行かせていただきます。では榊さん、ライブ冒頭の告知文と今日のヘッドラインをお願いします。はい、ライブ冒頭の告知文参ります。ズバリ制作支援のお願いです。まだまだスポンサーが足りない文化人放送局では、7.8 アベロス事件真相究明番組が原因か謎の広告剥がしが発生し、広告収入が激減しております。動画概要欄の専用ページからクリック募金でメンバーシップ登録参加、そして絶賛制作費の応援をお願いいたします。現在クリック募金5万円以上の方に記念品を贈呈中です。この機会にぜひ応援よろしくお願いいたします。またスポンサーになっていただける企業様がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。お願いいたします。本日も22時から23時は一般公開ライブです。23時から23時15分までがメンバーレベル2限定ライブです。本日23時メンバーレベル2限定ライブ企画で、視聴者様からチャット質問を受け付けます。ピックアップして西村さん、長尾さん、吉田さん、私が回答します。ぜひメンバーレベル2月額390円に登録して、ご視聴&チャット投稿をお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは本日のヘッドライン続いてまいります。はい、一般公開ライブでは陸自ヘリ事故の衝撃、このタイミングで台湾囲み練習、統一地方選の行方、今週の猿問題、そしてメンバーレベル2限定ライブでは米国の崩壊、そして劣化左翼、本日はこのようなラインナップになっております。よろしくお願いします。はい、どうも。ところであれですか、チャット GTP は、とりあえず終わったんですかね。あ、どうですか、あれ。また よければさせていただきますが、まあ、ちょっとね、いろいろ面白いんで、また機会があったらちょっとやってもいいかなと思ったんですよね。はい、かしこまりました。ちょっといろいろ試行錯誤してまして、2023年の AI、 マイクロソフトが提供している Bing ってやつもちょっと使い始めたので、そちらでもいろいろテストできるので、また来週以降でさせていただきたいと思います。そうしましたら、はい、まあ、今ね、いろいろ問題になってるんでね、やっぱりそのイーロン・マスクなんか最初から反対してましたけどね、これ開発やめた方がいいって、はい、まあ、そんなことも含めてね、ちょっといろいろ楽しみながらね、いろんなことを深めていければいいなと思います。さて、じゃあまず今日のヘッドラインの最初のものです。はい、聞かせていただきます。陸自ヘリ事故の衝撃ということで、消失2分前の目撃談という話が出てきました。一番の記事、榊さんお願いします。はい、消失2分前陸自ヘリ撮影、観光客男性正常に見えた沖縄宮古、これ時事通信の記事になります。沖縄県の宮古島周辺で陸上自衛隊の UH-6JA ヘリコプターが行方不明になった事故で、レーダーから撮影が消える2分前、このヘリと見られる機体が、これ何でしょうね、東岸上空を飛行している様子の観光客の米国人男性が撮影していた。男性は取材に対し正常な飛行に見えたと話したということですね。はい、小泉先生。はい、スティーブさんですね、これね。スティーブさん、元米軍の、はい、クリスティ、スティーブ・クリスティ、はい、
彼が目撃して撮影してるわけですよね。あと他にもいますよね、撮影してた人っていうのは偶然映り込んでたっていう。他にもね、日本人が 2,3 人この 2,3 日の映像で、あのニュースで出てきましたね。それでまあごく普通に飛行してるという感じですね。これ宮古島の方から池間島を回って、それで伊良部島の方にこう旋回してきてる、そういうところなんですよね。でこれ、それがまっすぐ行ったところが、だから下地島になってたわけで、まあとにかくね、あのもう多くの人がいろんなことを言ってて、まあ今日のゲストの方もそれぞれいろんな見解をお持ちでしょうけど、とりあえずニュース、もう一つこの、事故関係のニュースありますか？はい、では私の方で読ませていただきます。水国煙というやつでいいですかね、あ、西村さん、こちらでよろしいですか？はい、それぜひ紹介してください。はい、読ませていただきます。私が読ませていただきますね。10人が搭乗した陸上自衛隊のヘリコプターが行方不明となった沖縄県宮古島沿岸部の海上では7日、降りしきる激しい雨と荒波の中、自衛隊と海上保安庁が懸命に捜索を続けた。早く見つかって、現場海域周辺の住民からは無事を願う声が聞かれ、水しぶきから黒煙が上がったとの目撃証言も寄せられたとのことでございます。はい、ね、これあの写真私送ってなかったでしたっけ、番組のスレッドの方に投げてますか？はい、写真ですね。あ、これですね。あ、了解です。スタッフさん出せますでしょうか？要するにこの拡大してるやつですね。そうです、そうです。その方が、はい、この記事の中だとちょっと分かりにくいんでね。はい、了解です。準備できたらすぐ出します。はい、要するにね、まあそれがだからこの今回の遭難したヘリかどうかわからないんだけども、しかし時間的な問題か、あのそれから位置的な問題から考えると、おそらくそうではないかという、そういうね映像なんですよ、この写真は。でこれまあとんでもない映像なんだけど、不思議なことにね、この目撃者の段ですと、このあと巡視船ですとか、あと航空機ですとか、この黒煙が上がった部分に随分行ってるって言うんですよね。向かってるっていう、そういうあの証言もあるんですね。でそれなのになぜ2日も経ったのに、何も手がかりがないのか。まあもちろんその機体はね、いろいろ見つかってるわけですけどね。まあそういう、不思議な部分もあるということ。それも含めて、どうでしょうか。お一人ずつ感想を聞きたいんですが、まず長尾さん。西村さん、すいません。その前に。はい、そこの部分読ませていただきましょうか。ああ、どうぞどうぞ。はい、はい、6日午後5時ごろ、伊良部島北端の白鳥岬ですかね、からサーファーを眺めていた内装業の方は、沖合で5メートル以上あったのではという水しぶきが上がるのを見た、クジラだと考え撮影しようとしたところ、黒煙が20分以上立ち上がった直後に海保の巡視船や航空機が集まり始め、岬には陸自自隊員らが駆けつけた、後になって黒煙を吐くクジラはいないと不審に思ったという、この部分ですかね。はいはい、そうですね。はい、すいません、間で失礼しました。はい、ここも非常にこれ不思議な記事なんですよね。要するに墜落現場がはっきり確認できているのであれば、あの例えばもう掃海船はもう昨日から出動してますよね。したら掃海船がその、現場周辺を重点的に、操作すればですね、何らかのもの、その海底に沈んでいるものとか見つかるはずなんですが、まあ、しかしね、沖縄、まあ、こっちはね、そんな水深が深くないんですよ。多分100メートルぐらいだと思います、東シナ海ですからね。それでただね、あの今から10年ぐらい前に川久保さんというまだ30そこそこの F15 のパイロットが、やはり
那覇基地だったんですが、遭難したことがあるんですね。で、お亡くなりになったわけです。というか全く見つからないんです。全く見つからない。で、たまたまね、その人の件は私がちょうど当時勉強会を作っていた時のメンバーだった航空自衛隊の方がいましてね、一佐の方だったんですが、その方はサイバー防衛のこともやってた方ですが、その方がね、実は幹部学校の教官の時にちょうど教え子だったんです。その教え子だった川久保さんが事故で亡くなったっていうんで、本当に落ち込んでたんですよ。で、それがね、沖縄、やはりね、同じ位置ですね。確か宮古と沖縄本島、もっとあれか、沖縄本島寄りだったかな、彼の場合は。で、その時ひどかったのはね、沖縄県の対応ですよ。知事や市長とかね、何しろそのあれですよ、遭難事故があった後に那覇基地に抗議に行ってるんですからね。そういう場所なんですよ、沖縄っていうのはね。でも、もちろん普通の県民は違うんですよ。ところが今のだって知事見たって分かるようにね。で、面白いのは沖縄タイムズがね、すぐそのこれはチャイナの攻撃ではないというファクトチェックだなんて、すぐに記事をね、沖縄タイムズがすぐ出したんですよね。で、それがね、沖縄タイムズ、ちょっとあなたやりすぎじゃないのって、かえってまずいんじゃないのって、ね、そういうふうに思う人多かったと思いますよ。だって沖縄タイムズの普段 の報道を見てれば、中国共産党べったりの報道してるわけだから、要するに、あ、これなんだ、北京の指示でこれ書いたのかっていうふうに思うじゃないですか。おまけにそれ書いてるのが、札付きの安倍っていう記者が書いてるんですよ、そのファクトチェックの記事をね。まあ、そんな話もあるんですが、どうでしょうか、長尾さんからじゃあちょっとお聞きします。まあ、この